在庫演武の鍵槌さんです。どうぞ。よろしくお願いします。代表の泉と申します。来航演舞っていうそのジャンル、もうちょっと具体的に説明してもらってもいいですか？僕らは炎の他に、まあ、レーザー、LED とかを使った光だったり特殊効果を含んだ炎を使ってそのパフォーマンスをしているので、雷はレーザー、光の光、炎、炎を図で来航演舞っていうジャンルとして説明させてもらってるパフォーマンスになります。で、今回はあの炎とその爆発とか特殊効果系を使った演目で今回エントリーさせていただいてます。はい、そうなんです。ちょっとね、この方たちは迫力がやばすぎます。炎を使ってるんですけど、ここまで派手にやってるとなんかその加工されてるんだろうなとか、熱くないんだろうなとか思うと思うんですけど、これ実際熱いですよね。熱いです。全然熱いですですよね。あの、この鍵槌さんは、まあ、日本で一番その炎を扱ったパフォーマンスをする、まあ、グループとして依頼があってですね、まあ、オリンピックだったりとか、その聖火を使ったパフォーマンスだったりとか、まあ、そういうのも依頼が来てるってことなんですよね。はい、泉さん。では最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。僕らの使う炎って、まあ、普段の人はあんまり使わないような大きさなんですけど、もちろん使う技術も見てほしいですけど、炎って純粋に綺麗だし、皆さんも焚き火とか好きだと思うので、本当に炎の綺麗さに圧倒されてほしいと思います。それでは、おお、どうぞ。すごかったですね。最後の火花のところなんてもう圧倒的迫力ですね。僕も昔ちょっとあの炎のやつトライしたことあるんですけど、あれよりか全然小さいサイズなんですけど、まあ、それでも結構熱いんですね。
あれだけの規模の炎を扱ってたら、もうめっちゃ熱いと思いますよ。ほぼほぼなんか全部覆われてる感じでしたもんね。それなのにあの涼しい表情で演技を続けるっていうね、すごいですね。そしてこれ一回やるのにいくらぐらいかかるんだろうって思っちゃいますね。はい、来光演舞の籠槌さんでした。